試合ですけども、西東京の方がしっかり4-4にねラインを前半作っていて、かなりきっちり守ってました。前半はちょっと、両チームともノーチャンスだったに近いかなと思っています。ただ、後半、西東京の方が、左サイドの選手変えて 4-3-3 という形にしてちょっと左サイドが緩くなって形になってきて、多少かなりこっちにチャンスができるようになってきて、相手が疲弊してきてかなりチャンスが作れてきたと思うんですが、まあ、試合展開的にはかなりフラストレーションがたまるような展開で、ただそれを富樫選手こうバッチリ決めてくれて、そのフラストレーションを解消してくれました。素晴らしい勝利です。素晴らしい宇野です。以上です。悪い例えではなく、いい意味でよく使われますけども、本当に重たい試合だなと思っていて、ちょっとモンバイルズが勝ちたいのか引き分けで OK なのかっていうのが分かんない中で、まあ、よく富樫が決めてくれたなと、もう今日はその一言に尽きるかなと思います。この後は富樫君をつまみに美味しいお酒を飲みたいと思います。以上です。今日はですね、もう喧嘩もそうなんですけど、試合内容が素晴らしかったと思いました。あのシューズケとアデビューソンのボールタッチ見るだけでもこのチケットの釣りはもう本当に取れますし、ガスの守備組織っていうのもすごく完成されていて、本当に前半から、なかなか伝わりづらいかとは思うんですけども、見応えのある試合でした。もう本当に大満足なんですけども、やっぱり今日はケイバー君が全て持ってってくれたと思います。FC 東京の2人のセンターバックは、ね、彼ら日本代表です。丸山も森重もすごくレベルの高い選手ですけど、俊介のピンポイントのクロスの中に割って入って決めてくれたゴール、しかももうロスタイムに入ろうというところ、心震えました。今日は本当に大満足です。こういうサッカーやっていけばもっともっと上に上がれると思います。次の試合も頑張ってほしいです。ありがとうございます。はい、フットボールというのはよくわからないものですね。正直あんなに、東京ガスがもう本当アマチュアをプロにしたようなひどいディフェンスで、まあ、やっていって、正直なんか見応えのないつまらない試合だなと思っていたら、こう最後の最後にあの日本代表ディフェンダーを1階の大学生が振り切って決めてくれたという、まあ、素晴らしいシーンに立ち会えた、まあ、それだけでも今日は来た価値があったのかなと思います。やっぱこういうの見れるのはスタジアムならではだと思うし、ね、やっぱ皆さんスタジアムに足を運んでいただけたらなと思っております。どんなんじゃないよ。はい、以上です。ガス の, あのディフェンスライン の, このコントロールから始まって、非常にレベルの高い試合だったなと思います。1対1の連続戦いが繰り返されて、そして最後にあのゴール、素晴らしい。ぜひですね、スタジアムに皆さん来てください。